今月7日、ニューヨーク・マンハッタンで日本の伝統音楽などを世界に広める目的で開催されているミュージック・フロム・ジャパンの40周年記念音楽祭が行われました。日中韓音楽祭東アジアの響きと題して開催されたこの日のコンサートでは、日本と中国、そして韓国から伝統楽器の世界的な演奏者が参加し、それぞれの国の楽器で伝統音楽などを披露しました。ミュージックフロムジャパンは日本の音楽を世界へ広めるために1975年ニューヨークで設立。以来これまでに雅楽や現代音楽、アイヌの民族音楽など日本にゆかりのあるさまざまな音楽をアメリカや中南米などで紹介してきました。40周年ということで何をするかということを随分検討したんですが、ちょうど日本とですね、アジア諸国、特に中国とか韓国がですね、うまくいってないっていう時期だったわけですよね。で、なんか音楽の媒体を通して、もう少し融和とか、フレンドリーになることができないかということで、これで新しい方向性をね、見つけていくことができるんじゃないかと、音楽を通してですね。会場を訪れた来場者は、普段はなかなか耳にする機会がないアジアの伝統的な楽器の音色に聞き入っていました。I thought it was wonderful. It's really inspiring to see musicians from different countries collaborating and coming together. I think it's like a really noble act to try to introduce, you know, our American audiences to their music, and so it's really a wonderful concept and great for them to be around for 40 years doing it. So.40周年記念音楽祭は来月福島と東京でも開催される予定です。